今年4月、ベトナムのホーチミン市を訪れた燕三条貿易振興会の中村真一さんが視察するのは、コンクリートむき出しのテナントスペース。実際に使っていただく、触っていただく、それでワークショップの中で、要は使い方であったり、メンテナンスであったり、そんなものもぜひとも提案していければと、そういうお店になれれば一番いいなと。現地に合わせた燕三条のブランドを構築するため、この場所に JICA から3年間で2億円の支援を受けて DIY を体験できるカフェ型のアンテナショップを開設する予定です。このアンテナショップのオープンに向け、三条市の国定勇人市長は今年1月、JICA ホーチミン出張所の井崎博史主席駐在員と面会し、今後の協力を求めていました。実際に手に取っていただくだけではなく、購入っていうところまで行くためには、やはり実際に使っていただいて、説明を聞いていただいて、本当に私たちの技術力の素晴らしさを感じ取っていただくことが必要だと思っています。また燕三条貿易振興会は、これまでホーチミン市のショッピングセンターでノコギリやニッパーなどの試験販売を行い、現地のニーズを調べてきました。燕三条貿易振興会は物件を視察した結果、空港の近くにある住宅街の一角にアンテナショップを設けます。アンテナショップが開設されるのは、富裕層の多い新興住宅地タンビンク。天井もなんかちょっと洒落た感じにした方がいいような気は、あっちな、なんかあれなんか結構おしゃれ、向こうの天井おしゃれ。燕三条の製品に興味を持ってもらうために、内装にもこだわります。ベトナム人に興味を持ってきていただけるお店と、あとぜひとも外国の方が、ベトナムだけではなく外国の方が面白いお店だよと、いいものがたくさんあるよということで、来ていただけるようなお店になれればというふうに思います。来月下旬にオープン予定のアンテナショップ、体験を通した燕三条ブランドの発信は、地元企業の販路拡大にもつながりそうです。